今ですねツアーに参加しています。実際にお客さんが参加するこのツアーもねファイターズガールの皆さんが案内をしてくれるんですね。こちらのレンガは北海道遺産の江別のレンガが使用されています。北海道の球団であることを象徴として地元の素材が使用されています。さあいよいよグラウンドに一歩記しました。いやこの赤い土は富士山の溶岩を砕いたものです。ずっと外野の方まで連なっていますけれども、いわゆるウォーニングトラックと言われるものですね。外野の選手が球を追いながらフェンスを背にしていきますので、この足元の感触が変わったらフェンスが近いというのが分かるようになります。通常は芝の育成はガラスボールという窓から行っているんですが、その太陽の光だけですと芝の育成がカバーしきれないので、このグローライトを14台用いて芝の育成の約半分をカバーしております。さあついに私一塁がファイターズのホームベンチに座らせていただいております。いやこの木の感じがいいですよね。でこのベンチからも本当にこう間近にグラウンドがありますのでね、まあ本当に選手の目線でこの景色を見ながら戦うっていう予感が湧いてくるんでしょう。でお隣にあるのが新庄監督の特別席でございます。一塁側のスタンドの下にあります、ここはドコモクラブラウンジというまた豪華なラウンジですね。思ったよりも本当に広いっていうのが第一印象。そしてこちらご覧ください。何だと思いますこの場所。実は記者会見場なんですよ。ガラス越しに見ることができる。ドコモクラブラウンジの席というのがまた特別です。わかります、これグラウンドレベルよりも低いところに椅子があるんですよ。はい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 、もう文字通りの砂かぶり席です。いやそして一塁側のファイターズのベンチダッグアウトももう目の前にあるんですね。このエスコンフィールド北海道にはもう様々な席があるんですけど、びっくりする席もあるんですよ。ここ外野のセンターのフェンスの裏側です。そうなんです、センターのフェンスの裏側、もうリゾートのような雰囲気になっていまして、これフェンスの裏側からなんと野球を見ることができる。こちらビールの醸造所の見学ができるということですね。野球場でどんな風にビール作ってるんでしょうか。おお、たくさんのタンクが。こちらがいわゆるビールの元になるものを作ってるタンクですね。はいはい、おお、かなり大きなタンク。はい、どれぐらい入るんですか。2000リッターなので、本当にカップで飲む分には5000杯ぐらいは入る、はい、そしてタンクから直接注いだ出来たて新鮮なクラフトビールをいただきました。ああすいません、ありがとうございます。うわー、こちらが出来たてのビールでございます。うーん、いい香り。ここにしかないこの景色、この場所でここでしか飲めないビール。はい、まさにそうです。いや美味しいです、皆さんもぜひ。さらに新球場内には子どもたちを遊ばせるための遊具が備えられた巨大な遊び場も。子どもの年齢に合わせてさまざまな遊びが楽しめます。また選手がホームに帰ってくることを願って誕生したというシャケ丸や、この店限定のアイテムが並ぶグッズショップも。これまでになかった空間でさまざまな仕掛けが満載の新球場エスコンフィールド北海道、今月14日のオープン戦で初の対外試合を迎えます。